皆さんごきげんよう。今日はですね、今日も、GoPro Hero 10これの検証をしたいと思います。前回アップした画像解像度とフレームレート、この組み合わせによって画質が変わるという、まあ、そういう動画をねアップしたんですが、やっぱりね、私が常用している 2.7K がフル HD よりもその鮮明さに欠ける映像になってしまったというのがですね、ちょっと非常にショックでですね、いやそんなことはないんじゃないかということでですね、今日は前回は私これ持ってから歩きながら撮った動画だったんですが、今回は、このカメラを固定して静止した状態で、どんな感じになるのか、その辺をね、ちょっと検証したいと思います。いや Vlog がメインの私がね、そんなカメラ固定してっていうのも、まあ、それもまたね、ちょっと変な話ではあるんですけども、まあ、今回もいろいろとねやってみないとあれなんで、今回はそのカメラ、ちょうどいい場所、この辺から撮ろうかな。花もあって空もあって、あ、ちょっとこっちの方がいいな。で、もう絶対に動かない建物、そう、宮崎といえばね、あれですよ、シェラトングランデオーシャンリゾート、これのホテルですね。九州で一番高い建物だったかな。この辺ね、ちょっと車に気をつけながら撮りたいと思います。まずはフル HD 30フレームで撮っていきます。フル HD 60フレームで撮っています。2.7K 60フレームで撮っております。4K 30フレームで撮っております。4K 60フレームで撮っております。